お待たせいたしました。ただいまからラッコのお食事タイムを始めます。まずはお腹を空かせたラッコのために飼育員さんを呼んでみましょう。飼育員さん、お願いします。はい、わかりました。皆さん、こんにちは。こんにちは。それではアクアワールド大洗で暮らすラッコを紹介しましょう。こちらの水槽で暮らしているのはメスのラッコです。名前はカンナ、年齢は13歳です。それではカンナのお食事の様子を覗いていきましょう。飼育員さん、はい、今日のお食事のメニューは何ですか？はい、今回は7種類の餌を持ってきています。まずはラッコというと有名なのがお腹の上で貝の殻を割って食べる姿ではないでしょうか。もちろん当館でも貝は与えているんですが、実は殻を隠した状態でラッコには渡しています。まずはホッキ貝です。1種類目、ホッキ貝。はい、そしてもう1種類の貝も同じように殻を外してあります。ホタテの貝柱の部分です。2種類目、ホタテの貝柱。はい、そしてお魚ですね、白身のタラです。3種類目、タラ。はい、同じく切り身です。鮭です。4種類目、鮭。はい、それからアジも食べます。5種類目、アジ。はい、そして甘エビです。6種類目、甘エビ。はい、最後は小さく切ってありますがスルメイカです。7種類目、スルメイカ。はい、今回は以上です。学校の食事といえば貝を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、アクアワールド大洗では貝以外もいろいろなものを与えています。では1日に食べる餌の量はどのぐらいですか？はい、ラッコは体の大きさの割にはとてもたくさん餌を食べます。だいたい1日に自分の体重の 20% 近くも食べてしまうんですね。こちらのカンナの現在の体重が約20キロなんですが、カンナは1日に4キロも餌を食べます。この量を私たちの身近にあるもので置き換えてみると、なんとコンビニとおむすび40個分も食べている計算になるんですね。食べる餌の量にも驚きですよね。スリムな体に似合わずラッコが食いしん坊なのは、寒い海で暮らしている割に寒さから身を守るための脂肪が少ないからです。餌をたくさん食べることによって体を温めています。それではお食事中のカンナをよく見てみましょう。餌を食べながら時々横にくるっと回転していますよね。これは気についてしまった食べかすをきれいに洗い干しているところです。ラッコの体には寒さから身を守るためにたくさんの毛が生えています。毛が汚れてしまうと体がずぶ濡れになり、たちまち体温が下がってしまうため、ラッコはお食事中もその後も毛のお掃除を欠かさずに行っています。寒い海で暮らしているラッコは食いしん坊でとても綺麗好きな動物なんです。それではここからは皆様からのご質問にお答えしていきましょう。カンナを見ていて何か気になったことはございませんか？飼育員さんに聞いてみたいことが思い浮かんだお客様は手を挙げて私にお知らせください。販売中のようなので私から飼育員さんに質問してみましょう。飼育員さん、はい、ラッコの体にはどのくらいの毛が生えているんですか？はい、全身だと8億本から10億本も生えていると言われています。ちょっと数が多すぎて想像がつかないかもしれないですが、これを1センチ四方にすると1センチ四方にだいたい10万本ずつの割合になります。10万本というのは人間の髪の毛の本数とほぼ同じ本数なんですね。そんなにたくさんの毛がたった1センチ四方に生えているということは、どれだけラッコの毛がびっしりと密度が高く生えているかということがわかるかと思います。実際ラッコは世界中に住む全ての哺乳動物の中で最も毛の密度が高い動物なんですね。この毛皮があるからこそ冷たい海に浮かんで生きるという話し方ができるんですよ。ラッコの体には8億本から10億本の毛が生えていたようです。それではこの間に何かご質問が思い浮かんだお客様はいらっしゃいませんか？何かございましたら手を挙げて私にお知らせください。
かせた。では、はい、ありがとうございます。ではそちらに向かいますので少々お待ちください。それでは皆様の前を失礼いたします。お待たせしました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。質問なんですけれども、ラッコ水面にいることが多いかと思うんですが、水槽の水深がかなり深く思えるんですけども、どういった意味があるんでしょうか。ラッコはもともと水深10メートルぐらいまで潜って餌を取ってくる動物なんですね。潜っていく時の様子などもよく観察していただきたいということから、こういう水槽になりました。そうですね、この水槽としてはこれ国内でもかなり深い方かと思いますね。でせっかくねこれだけ深さがあるので、もしカンナがね潜っていった時にぜひ注目していただきたいのが、体からブクブクと出てくる泡なんですね。カンナが潜っていくと必ずと言っていいほど体の周りからたくさんの泡が出てきます。これ何かというと、ヘトケの間にたくさん溜め込んでいた空気が出てきているんですね。どうしても水圧で押されてしまうので、潜るに従ってこれが出てきます。これがちゃんと出てくるということは、毛の手入れがちゃんとされていて、体も浮きやすくなっているし、寒さからも身を防いでいます。身を守れていますよということなんですね。それではこの後カンナも深くまで潜るかもしれないので、よく観察してみてくださいね。ではご質問ありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆様からのご質問はよろしいでしょうか。では残念ながらそろそろお別れのお時間になりましたので、飼育員さんとカンナに手を振ってお別れをしましょう。さようなら。はい、皆さんさようなら。以上でラッコのお食事タイムを終了いたします。この後は一つお隣の水槽でゴマフアザラシのお食事タイムです。引き続きお楽しみくださいませ。